胸膜は眼球の外側の白色の被膜。ギリシア語でスクレロス。胸膜と表記されることもある。胸膜は角膜と共に眼球外膜を構成し、眼球外膜の4、5を占める。厚さは0.24から1ミリメートルであり、白色不透明をしている。緻密結合組織の膜構造で、胸膜角膜移行部には、目防水の吸収に関与しているシュレムクダが、 和をしている。白目として知られ、不透明で繊維状のコラーゲンと、男性繊維を含んだ外装で保護されている。発生学的には、鏡膜は、外廃用の神経体由来とされる。幼年期の鏡膜は、より薄い色素の下地のいくつかが、わずかに青色になって現れ、加齢とともに、色素沈着が進行しわずかに黄色味を帯びてくる。黄断があると明瞭に汚染されるため、 肝疾患の発見経験になることがある。胸膜は眼球の外装である、眼球繊維膜の後ろ後、6の部分にあたる。連続的な鉱膜と角膜の接続部で、白色不透明強靭な膜で眼球の形を保持し、眼球の内部と外部に貢献し、外眼筋を挿入するための接続部分として働いている。胸膜は多くの神経と脈管を通じて、 後部胸膜の節根に先行を生じさせ、視神経の穴を形作る。胸膜の外側に、3部分の視神経入頭は、硬膜を通じて、視神経の視神経硬膜に続いている。内部1、3は、いくつかの脈絡膜の組織を、プレート状の胸膜ブルイータ状になっており、胸膜フルイータと呼ばれる。胸膜フルイータの中央には、 網膜中心動脈と静脈が通るやや大きな穴が開いており、周辺には網腰体血管と神経を通す穴も多数開いている。胸膜古い板と視神経が交差し、視神経固束に先行を生じさせる。視神経の周囲では、胸膜は視神経髄膜の硬膜に移行する。眼球に出入りする神経や血管は胸膜を貫いている。 眼球結膜と胸膜との間は血管に富むソナ、結膜式で上胸膜という。胸膜の後半は、ソナ結合式皮膜であるて、のんに覆われ、前半は、眼球結膜に覆われている。視神経が入る部位付近で最も厚く、角膜との境界部より後方が、最も薄い部分になる。微細な男性繊維が混ざった密なコラーゲン組織で、コラーゲン繊維は、 様々な方向で、鏡膜表面を平行に巡っている。鏡膜の血管は主に目の表面に見ることができ、結膜の脈管に沿っており、鏡膜紙板で炎症した目を赤くする。多くの脊椎動物たちの鏡膜は、軟骨もしくは骨のプレートで補強されており、鏡膜骨管と呼ばれる輪を持つ。原始の魚の鏡膜骨管は、4つのプレートで構成されており、 脊椎動物アモンの海分類群である、上絆の多くや、肉絆、爬虫類、蝶類に、胸膜骨管が確認できる。胸膜骨管がなくなったグループには、両生類、いくつかの爬虫類、魚類、すべての哺乳類が挙げられる。人以外のすべての霊長目の目では、胸膜は目立たず、外部から観察できることは稀にしかない胸膜の、コラーゲンは、角膜と切れ目なく続いている。 外層から最も深い部分の4つの胸膜は、胸膜を覆う薄い層構細脂質は、メラニン細胞が散在する、蘇生結合組織。後面は、網膜の交細部、交細先端で折り返し、2層の細胞層を形成する。前方の細胞は、平らの筋様になり、銅構三大筋として働き、交細先端では、銅構活躍筋になる。脈絡膜の最も外側にある、 約30マイクロメートルの薄い層のこと。胸膜と脈絡髪板との間が白離する状態が脈絡膜白離である。六角形をした角膜内皮細胞が敷石状に規則的に配列された構造。人の角膜内皮細胞は一度障害されると再生せず、障害された部分は周りの内皮細胞が面積を拡大して補う。角膜内皮細胞は 角膜の透明度を維持するためになくてはならない存在であり、内皮細胞の密度がある限度を超えて、少なくなると角膜にむくみが発生し角膜の透明性が維持できなくなる。このような状態を水泡性角膜症と呼ぶ。胸膜のコラーゲン繊維は、角膜コラーゲン用に一番薄く均一な配列とは異なり、多くのグリコサミノグリカンを生産し、 原繊維を細胞に巡らせる。角膜は5つの層を持ち、表面より上皮、傍慢膜、固有質、鉄詰膜、内皮の5層で構成される。胸膜は角膜のような規定の内皮を含み、白層上に公式素細胞がある。時々、胸膜に現れる肺から、青色の小さなシミは無害で胸膜黒色細胞腫と呼ばれている。人間の目は、 動物界では特有のもので、特に胸膜は目を開けた状態ではっきり見て取れる。これは人間の胸膜が白目のためだからではなく、他の種族にも胸膜の白目は見て取れるが、人間の交際は他の動物に比べて目の表面のむき出し部分が小さいためである。人間の胸膜が特有なのは学説的に感覚器として目を使ったコミュニケーションが可能になる。 社会的動物に進化、適応したためとされている。人間の目特有の強膜は、一人の個人が他人に対して交際の動きを見ることで、相手のことを容易に推測することが可能になると信じられており、非言語コミュニケーションの有効性を増すことができるとするものである。動物研究者たちは犬を飼いならすうちに人間の目の視覚を拾い上げる能力を見つけ出した。 犬は他の犬や人間の視覚情報を読むようなコミュニケーション方法を取ることはなかったからである。ところ、吉田は鏡膜の疾患について記述している。先天性疾患遺伝性先天異常で鏡膜が青色を帯びて見えるもの。これは鏡膜の繊維の変化により脈絡膜が統拳されるためである。本症状自体は視覚機能に障害をもたらさないが難聴や 出血傾向等を伴うことがある。胸膜におけるメラニン色素の蓄積のため、境界鮮明な青みがかった灰色の色素斑が見られることがある。しばしば、眼睛、顔面皮膚の色素性母斑に伴って見られる。胸膜の炎症胸膜の表層には血管に富む結合組織繊維で覆われているが、この層における炎症、眼球結膜下に充血が起こり、 血膜に充血不腫が現れる。胸膜炎を三症状胸膜炎と同様の症状となるが、胸膜炎では痛みが強い。胸膜に紫色調の充血が強く、血管収縮薬の転眼をしても消失しない。隣接する角膜にも炎症が及び、これを硬化性角膜炎と呼ぶ。治癒後に病僧に一致して、武道膜が統拳されて灰色になったり、胸膜が 拡張隆起することがある。これを胸膜武道士と呼ぶ書籍。ありがとうございます。